回は1週間で完全理解トラリピ初心者ガイドの第4回トップ画面を理解しよう編です。前回基礎基本、それからリスク面、あとどういう風に注文したらいいのか、実際の注文までやりました。で、今回はその後ですね、トップ画面に表示される、いろんな数字、これを理解していこうというお話です。では早速見ていきましょう。トップ画面こんな感じになっております。一番上になんかメニューとかトップとかいろいろありまして、その下に現在の為替ですよね、がありまして、その下にポジションサマリーがあって、その下にずらーっと数字が並んでいるということになっています。で、まずその数字の部分から見ていきます。まず預託証拠金ですね。これは入金額の合計です。例えば今2692,310円となってますけれども、250万円入金して192,310円トラリピで、運用益が出たとしましょう。そういう時に、2692,310円になるわけですね。入金額と実際に決済されたプラス分が合計されたものだと解釈してください。次が受け渡し前損益と評価損益ですね。で、受け渡し前損益は決済された後まだ入金されてない損益のことを言います。例えばつい1時間前に決済されましたプラスですと、そういうものがあったとして、すぐには入金されないんですね。その入金される前の間、この受け渡し前損益に表示されます。今プラス3794円というふうに書いてありますけれども、そんな感じで、ゼロのことが結構多いですけれどもね、決済したばっかりだとプラスが表記されているということになります。で、その右側、評価損益ですけれども、現在の含み損ですね、マイナス217,175円ということで、トラリピの場合は含み損を常に抱えることになります。例えば100円から105円まで、ドル円でね、注文してたとしますね。なんですけど、1円ずつ注文してて103円で注文が刺さりました。で、その注文が刺さった瞬間にまたプラスになるっていうことは、ほぼほぼないんですよね。そんな都合のいいことはなかなかなくて、実際はマイナスになったりしていきます。なので評価損益ね、絶対マイナス出てきます。で、次、ポジションとスワップなんですけども、こちらはポジション分の含み損です。注文が刺さりますね。105円、104円、103円、102円、101円、100円で注文が刺さったとします。で、今の為替は95円ですってなったら、その注文が刺さった分の分はですね、全部含み損になりますね。その含み損がポジションということです。評価損益のうちポジション分ということですね。で、もう一個はスワップの含み損です。売買するときにちょっと発生する手数料のようなものですね。はい。で、次、有効証拠金と必要証拠金です。はい。この有効証拠金っていうのはものすごく重要になってきます。で、預託証拠金っていうのは先ほど解説しましたけれども、この一番左の269万2310円のやつですが、そこから評価損益を引いたものになります。実際は受け渡し前損益を足してから引いたものなんですけれども、受け渡し前損益がね、ゼロのことも多いんで、預託証拠金から評価損益を引いたものにしました。で、これが、なくなっちゃうとロスカットということになりますね。はい。なくなっちゃうとというより、厳密にはこの証拠金を下回るとということなんですけれども、これがなくなったらダメなんだと思ってください。ただ、これ一瞬で減ります、減るときは。気をつけてください。なので、何百万あるから大丈夫だと思わないでください。例えば去年のコロナショックの時とかは、もう1日で、ぐわーって減りましたんで、あんまり当てにしない方がいいですね。で、必要証拠金、これもあんまり見ないですね。これはあんまり気にしなくていいです。はい。で、有効証拠金大事だって言いましたけど、一番大事なのは、前々回解説したロスカットレートです。それさえ分かっていれば大丈夫なんですよ。それさえ分かっていれば、ロスカットレート 75.7 円ぐらいでしたかね。で、解説しましたけれども、要はそこのラインを割らなければいいんですよ。はい。そっちが優先ですね。ロスカットレートは常に抑えてください。はい。有効証拠金なんてもうあっという間に上下動して、こんなの見てたら大変なことになります。去年も実際経験しましたんで、ぜひロスカットレートを優先してください。で、発注証拠金と総必要証拠金なんですけれども、ここもあんま見ないですね。ただ、必要な証拠金が分かりますよということです。はい。僕、あまり見ないというか、この管理画面自体1ヶ月に1回しか見ないんで、僕自身が。あれなんですけれども、そんなにね、ロスカットレートさえ分かっていれば、そんなに気にする必要はないじゃないんですよね。はい。ですけど、一応見方、覚えておいてください。
次が発注可能額、出金可能額ですね。で、発注可能額は新しく注文できる金額ということで、まあ、トラリピ注文する際に証拠金が必要になります。で、そこに必要な、なんですかね、今使える金額っていうか、新しく発注するのに使える金額は48万2420円となっています。これオーバーすると発注できないので気をつけてください。まあ、実際に、ね、発注すると証拠金を超えていますみたいな表示が出て発注できなくなるんで、まあ、大丈夫なんですけどね。実際注文を止めてくれるんで大丈夫なんですけれども、まあ、一応この金額内でしか新しい注文できないなと思ってください。で、出金可能額なんですけれども、これは口座に出金可能な金額ということで、まあ、お金を下ろしたいと。このトラリピから、まあ、例えば30万円ぐらい、今お金が欲しいから30万下ろすみたいなね。そういう時の必要な金額です。はい。で、この出金可能金額は今47万8千円なんですけど、270万預けて48万円ぐらいしか下ろせないんですよ。で、トラリピは発注してますよね。その発注してる、まあ、証拠金であったり、あるいは今評価損ですよね、含み損の分が出金できなかったりと、いろいろ出金に関しては制約があります。一回注文を取り消してから、取り消したりすると出金可能が増えるんですけれども、まあ、そういうふうにしないといけないので、なのでトラリピはできるだけ長期で運用する、放置で運用する方がいいかなと思っています、ね、この短期で出金する場合はその設定をごちゃごちゃいじらなきゃいけないという欠点はトラリピにはありますね。またその注文の取り消し方とかについてはですね、また次回の動画でお話ししようと思います。で、ポジションサマリーですね、まあ、こちらは、まあ、ざっくりしたポジションが見れるということで、通貨ペアですね、実際注文している通貨ペアがずらっと並んでまして、まあ、売りが何円入ってますよと、買いが何円入ってますよと、で、平均の取得はいくらですよみたいなのが書いてあるということですね。で、評価損益が今こんだけありますよということで、評価損益は基本マイナスになることが多いです。はい。まあ、しょうがないですよね。評価損益はマイナスです。で、実際決済されたやつはここに反映されませんので、もうほぼマイナスしかないんですよね。はい。ここプラスになっている例はずっとプラスになり続けているのが、続けているものだけで、オーストラリア円、オーストラリアドルと円、AUDJPY とカナダドル円、CADJPY がプラスになってますけれども、まあ、ほぼマイナスになります。で、維持率なんですけれども、これ結構気にする方多いんですけれども、僕全く気にしてません。はい。一応右上にありまして、今 669% と書いてあります。まあ、これは、ロスカットするまで、なんですかね、まあ、それがダメな、ね、なくなったら、ロスカットなんですけど、有効証拠金から必要証拠金ということで、この分は割る、分数の分ですね。はい。だから今247万8929が、有効証拠金です。で、必要証拠金が37万229円なので、それを割ると 6.69 になると。なので 669% ですね。有効証拠金が必要証拠金を下回ってしまった場合は、ドカーンとやられちゃうんで、そうならないようにするんですけれども、まあ、この維持率も気にしないでください。この 669% からですね、一気に、為替が大変動するような時はですね、一気にもうなくなります。まあ、安心できないですね。もう一気に、本当に一気に減ります。もう何度も言いますけど、ロスカットレート、これだけです。これだけしっかり押さえてください。で、次はメニューですね。これはいろんな操作が可能です。基本的にはこのメニューから操作していくことになります。まあ、いろいろいじくってみてください。まあ、注文するっていうのはね、実際に証拠金が発生するんで、慎重にやっていただきたいですけれども、まあ、注文以外だったら別に何いじっても構いませんので、いろんな操作をしていただいて、まあ、トラリピの画面に慣れていただければと思いますね。で、ロスカットと有効証拠金ということで、ロスカットレートと有効証拠金が最も重要で、特にロスカットレートが本当に重要です。前回発注するときにロスカットレートを確認しながらやりましたけれども、そのロスカットレートを、なんですかね、タッチしてしまうともうアウトなわけですから、ロスカットレートだけ押さえてください。有効証拠金とかはもう正直そんなに当てにならないです。もう計算難しいんで、そこをやるとですね、いざというときに対応できないんで、ロスカットレートだけしっかり押さえてください。75.8 円ぐらいでロスカットだなと。で、77円ぐらい、76円になってきた、ちょっとやばいなと、そこで感じていただきたいと思います。で、証拠金を追加する、追加で入金するだけで、ロスカットレートは広げられます。で、広がったロスカットレート、もう一回確認してください。70円になったと、あ、5円分余裕ができたと、これである程度は安心だなみたいなね、まあ、そういうことになります。はい。これはもう前回、第3回の動画で解説した通りなんで、そちらご覧いただきたいと思います。まとめです。ロスカットレートと有効証拠金が重要です。とにかくロスカットレートです。
で、ロスカットレートはトップ画面から先ほどちょっと見ましたけど、ないんですよね。ロスカットレートないんですよ。なので、注文時に確認していただきたいなというふうに思います。で、僕なんかはですね、スプレッドシートに、メモってます。はい。なので、まあ、何かしらにメモっといた方がいいと思いますね。忘れないようにしないとですね、いけないので、はい。ロスカットレートさえ本当に覚えておけば、あとはね、もう正直、どうでもいいとは言いませんけど、まあ、ほぼどうでもいいと僕は思っています。はい。で、有効証拠金は為替の変動が激しいとき急変するので要注意です。もういっぱいお金あるからいっぱいお金があるからって安心しないでください。で、次回はトラリピをやめる方法です。で、すぐにやめることはできないこともあるんですね。注文が刺さっててまあまあ含み損があるとかね、それを何ですかね、損切りするとかしないとかいう話になっちゃうんで、そんな簡単ではないんですけれども、出金方法と発注した注文を取り消す方法さえ分かればもうトラリピは完璧です。もうやめることもできますし、始めることもできますし、発注もできますし、ロスカットレートの把握もできる、トップ画面の見方も一応わかるということになるんで、次回の動画でトラリピ1週間講座最後にしたいと思います。ということで今回以上です。このチャンネルはですね、チャンネル登録して人生大逆転しようとありますけれども、月収10万円フリーターだった僕ですね、2017年まで月収10万だったんですけど、その僕が人生逆転する方法を発信していますので、ぜひ登録よろしくお願いします。今回動画は以上です。ありがとうございました。